こんにちは。おはようございます。皆さんおはようございます。北川景子です。本日はビーチに来てます。あいにくの天気です。この天気がまるで最近の俺たちの出来事を物語ってるかのような感じです。どんよりやん。本日はね、パオちゃんとマミーで軽くビーチウォークをしながら最近の愚痴を、愚痴です。愚痴をバンバン言ってこうっていう、めちゃめちゃポジティブなチャンネルだと皆さん思ってらっしゃいますが、愚痴ります。今日は愚痴ります。いいことばかりではないということ。世の中、そうですね、人生いいことばかりではないっていう、うん、この我が家に起きたここ1ヶ月、1、2ヶ月の出来事をですね、皆さんとシェアハッピーしていこうと思います。まずこの車自体見てどう思いますか。これうちの車じゃないんですね。これレンタのカーなんですね。レンタカーなんですね。これウンスニータスというビーチタウンに来ております。いかがでしょう。くさ、おしっこ臭くね、ここほら、ちょっとここ、バオちゃん。え、ね、あ、ブオリー。ブオリーっていう、ブオリー、こちらのブランドですね。サンディエゴ初の、あ、そうなの、うん、ヨガウェアなんだけど、イケてるお母さんは、最近このブオリーしか着てないっていう噂です。じゃあ、ルルレモン、ルルレモンアロに続く、高級ママさんブランドということで。そうですね。まあ、日本から8月のさ、頭に帰ってきて、うん、でパオちゃんのママ一緒に日本から1ヶ月ねこっちに連れてきたんだけどね、いろいろあったね。しかし母ちゃんがエスタって何っていう事件、まあ俺もエスタって何っていう事件だったけど、私たちさグリーンカードやん、うん、だからさ、まあ日本を毎年行き来してるけどさ、エスタっていうのが必要ないからさ、知らなかったんだよね、そういう存在自体。私は、うん、だから変わったんだよ。昔はだってそんなのなくても入れたじゃん。そうなんだよ。でお母さんもさ、うん、まあアメリカに住んでるのが長かったけど、初めて、まあ、日本帰国して、うん、で初めてさ、ほらアメリカに初めて戻ってくるっていう時だったからさ、うん、そんなのお母さんもほらビザあったしさ、自分がエスタを取ったことがなかったから今まで、うん、エスタなしに行き来できちゃってたじゃない。そう、パスポート更新したしね、しかももう切れちゃったっつって。そうだからさ、うん、家族のさ誰もさエスタっていうものが必要だっていうのを知らないっていう、うん、とても非常識なあのファミリーでございます。そうまあ詳しくは前回のビデオを見てください。まあそれはでも悪いニュースというよりかどちらかというとそれはまだいいニュースじゃん。ギリギリだったっていう、みんなギリギリガールズだったっていう。でも乗れたからね、あれはみんな。お母さんと一緒に帰ってきました。でもそしたらマミーがですね、うん、熱出ちゃったんですね。これ熱出たっけ、マミーがですね、忘れちゃった、お前しょっちゅう熱出すからマミーがですね、もうほんと、うん、最後の最後の土壇場で、うん、こっちに帰ってくる前にね、みんなで旅行したりとか、うん、した疲れが、夏の疲れがですね、うん、出てしまいまして、うん、帰国早々39度の熱です。喉が割れるように痛くて、うん、もうこれは飲み込めないし、うん、もうダメだと思って病院に行ったら、うん、はい、溶連菌です。溶連マミでした。出た。スレップトロート。溶連菌に侵されてました、うん、でもそれ海に移ったっけ。移ったよね。そうだよ。出た。そしたらその1週間後ぐらいにこのマミーの溶連菌がエミリーに移るでしょ、うん、でエミリーまだ高校生に なりたてなのに、1週間しか経ってないのにもう学校を休む、抗生物質10日のみたいな。そんでやっとみんな元気になったと思っ
たら、うん、あの週末にね補習校終わってお母さん遊びに来てるし、うん、みんなでショッピングモールかなんかに行ってイエイイエイって思ってたわけ。そう、その後グランマでグランマっていう韓国料理で食べようって言って張り切ってたんだね。そう、ショッピングしてなんか美味しいとこでご飯食べようみたいな、うん、でハイウェイ乗ってたらさ、ちょっと渋滞しててね、出口がね止まったんですよ、そこで前の車詰まってたし。でもで止まったら後ろの後ろの車がガツンって私たちの後ろの車に、うん、もうフルスピードノーブレーキで突っ込んできまして、うん、そんで私たちも一個後ろの車が、まあ、もうめちゃめちゃぶつけられたんだけれども、3台の玉突き事故ね。3台の玉突き事故ということで、うちらは一切悪くない。しかも家族全員乗ってた状態で、そう、母ちゃんは後ろに真ん中乗ってて、純子は左の後ろ乗っててね、うん、それでもうものすごい衝撃だったから、大丈夫かなっつって、まあ、とりあえずみんな家族が、ね、無事だったからよかったけど、そっからいろいろあってね、またね、なんとか病院には行かなくて、車ももうトランクボコボコだったけど、ギリギリ自走して帰れるさダメージだったから、ね、しかもその事故った時にね、真横に CHP がいて、うちらの前にも同じように玉突き事故があって、それの掃除がちょうど終わったっていうぐらいのタイミングでもう一個事故が目の前で起きるみたいな。だから警察呼ぶ手間暇かからず、真横にいたハイウェイパトロールの人がね、手配してくれて、でポリスリポートみたいなの作ってくれて、で病院行く大丈夫とかって言われたけど、まあなんとか大丈夫そうだったから、もうこのまま車も走りそうだったし。マミーはね、でも正直、うん、人生であんなに頭がガクンってなったことがないぐらい、うん、首がガクンガクンっていう、あのラクダが地面から起き上がるぐらいの、うん、こういうガクンっていうのになって、うん、あの暗い雰囲気の中1時間ぐらいかけて家帰って、運転して帰って、でも心配だからって言って、一応アージェントケアにパオちゃんのママとジュンコ連れてって、まあ俺は多分平気だなと思ってたから、やっぱり運転席だったから前だったしね、多分マミーが座ってた真後ろぐらいがぶつけられたところだから、うん、一番ね、一番衝撃が強かったのはクリティカルヒットだったよ。そうクリティカルヒット。でもね、アージェントケアの先生は一応ね、こういう釜掘り事件の後はだいたい首がちょっと痛くなるもんだし、 2,3 日様子見て容態に変化がなければ特に問題ないですって。それがだから8月の17日の出来事なんだよね、うん、それで本日10月1日でございます、うん、なんとまだ車直ってないですまだテスラのコリジョンセンターで、ずいぶんずいぶんゆっくりやってますね、修理。しかも俺もだからさ、レンタカーしてるけどさ、最初の2週間ぐらいは保険で降りるけどさ、もうカバレッジ切れちゃったから、毎日アウトポケットで自腹で払ってます、レンタカー。何も悪くないのに。なんて理不尽な世の中なんでしょう。何も悪くない、高速道路で後ろからいきなり釜掘られて、しかもその釜掘ってきたやつ携帯見てたんですよ、あいつ。テスラのバックカメラのダッシュカメラ見たけど、明らかに携帯持ってたんですよ、こうやって、あの人。ふざけんなよな、マジで。しかも後ろの BMW なんてエアバッグ出てさ、そうだね、大変だよ、めちゃめちゃ高級な BMW だったけど、もうあれは廃車ですね。
もうエアバッグ出ちゃったしね。エアバッグデプロイしたらもう廃車だからね、基本的には。え、そんでそんなこんなでなんかまだしっちゃかめっちゃかしてる間にですね、またエミリさんが、風邪治ってですね、元気にかあの学校にあの行き出したなと思いきや、またですね、鼻水が滝のように出るまま。ああ、なんかぶり返したね、そういえば。じゃああれはまた違う風邪をもらったんだよ。またそこで学校を3日間休みました。はい。ちょっとうんこだらけだから気をつけないとマジ踏んじゃうこれ。あのもうこれで、ね、エミエリ家の役も切れるかなと思いきや最後の最後またじゃあお母さん帰りますと、まあ、その日はまあ学校があったからもう学校始まっちゃっててね、なおちゃんが一人でお母さんを車乗せて送っていくことになったんです。しかも休み取って、そう、そんで、私は子供たちの送り迎えがあって車使うから、パオちゃんはパオちゃんの自分の車で、お母さんを LA の空港まで送っていくことになったんですよ。まあ LA までだからさ、まあ、往復、どんなにあってもさ、まあ、5時間ぐらいね、まあ、4、5時間かかるなと思ってたらさ、行って2時間ぐらいであれ帰ってきて、え早くないみたいな、どうしたのって言ったら、タイヤがはい、高速でタイヤが、まあタイヤがダメになっちゃって、だからタイヤの内側のなんか糸みたいなのがほつれて出てきちゃって、それでもうなんかパパ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 とか言って言い出して、これはまずいっつって、それですぐ高速降りて、でもこれまた不幸中の幸いで、高速降りた瞬間の出口の目の前にアメリカズタイヤがあってだからそこの駐車場でとりあえずどんな感じか見ようっつってさ、見たらさ、案の定そのタイヤはもう多分もうこれ以上運転するのは危険な状態になってたから、それでフライトまでまだ結構時間があったからさ、もしかしたらね、タイヤがあればそこでもうバッて変えてもらって、そのまままだ空港行っても間に合うかなと思ったんだ。だけど俺の車さ、あんなんじゃん、タイヤのサイズなんかないのよ、サイズないって言われて、だからもうそこで諦めたんだ。空港までの中間地点ぐらいだったね、1時間ぐらい行ったとこだったんだ。だからそっからもう申し訳ないけど、お母さんウーバー呼んだからっつって、お母さんはウーバーで空港、俺はウーバーで家こう分かれて、途中でタイヤ屋さんでさようならみたいな、そうそう、こういう形になって申し訳ないけど、車これ以上乗ったら危ないし、あの元気でねっつってあのタイヤ4本変えて、はい、いくらかかったんですか。$1,547です。あ、はい、無駄な出費です。そこで無駄な出費じゃない、あれはもう変えなきゃいけない時期をちょっと誤ってたんだ俺が。なんかそれは俺のミスでもあるんだけど、でもまだもうちょっといけたんじゃないかな感はあった、でもあれは俺のミスでもある。それでもう2度あることは3度ある、もう3度あることはもう4度はないだろうと思って、生活が軌道に乗ったかなと思ったら、あのエミリちゃんはですね、今ね、テニス部とダンス部両方やってるんですね。やってるね。テニス部今シーズンなんで、毎日月曜日から木曜日まで週4で、まあ、ゲームか練習、朝7時半に出たっきり夜7時まで帰ってきません、家に。まあ、そういう生活をしてるんだけれども、いきなり手首が痛くて、もうテニスできないって言い出して、そう、怪我しちゃったんだね、左手。怪我してます、負傷してます、まだ怪我したまんまなんで、治んないままやってんの。まあ腱鞘炎なんじゃないかなって言われてるんだけれども、ドクター一応言ったらね、まあ、2週間ちょっと使っちゃダメだっていうことで、エミリさん、せっかくバーシティ入ってますが、試合でですねバックハンド1回も打てずにいるんで、連敗です、成績連敗です。そう、両手でしかバックハンドを練習してないから、片手で今ね打つしかないんだけど、片手のバックハンドの打ち方をまあ理解してなくて、すごいね、もうバックハンド来ちゃうとホニャーンってなっちゃうから、もうガーン終わっちゃう、一発でやられておしまいです。全然晴れません、天気が。もう正直早く帰りたいです。それでまあ事故の続きだけど、結局ね、俺らはさ一切悪くないじゃん、全部後ろのやつが悪いのに、相手の保険が
カバーするかどうかとか待ってたら車壊れたまんま何もできないから、結局俺の入ってる外庫の保険を使ってとりあえずディダクタブル1000ドルだけどさ、それで修理に出してさ車を、でレンタカーも借りて手配してるんだけど、うん、結局そのレンタカーのカバレッジもさ何日までって決まってるから、修理が長引いたらそこから全部負担しないといけないしね自分で、うん、これで病院もアージェントケアとかさ全部さ実費で出してるじゃん、うん、でもしそのうちの外庫の保険のね弁護士が相手の保険会社から全部お金取れれば、うん、俺に返ってくると思うけど、うん、当てられ損っていうか、そうだからそれも許せないし、で車だって修理費ねなんと2万ドルです2万ドル、多分車売っても3万ドルとかだから、もうちょっと高かったら全損にしてたと思うけど、全損になれないギリギリ、そうでテスラの修理ってすごい時間がかかって遅いのよとにかく、だからもう伸ばしてもうパーツが足りないああだこうだっつって、もうかれこれ1ヶ月以上、もう1ヶ月以上預けてるけど全然終わんなくて、でもずっとレンタカーして毎日お金取れてるしさ、だからもう弁護士雇ったの別で、アメリカってもうすぐさ弁護士雇ってお前起訴するぞじゃないけど、そういう国だから弁護士雇った方が良くて、この場合はたまたま友達がさ同じような事故でさ結構お金戻ってきたっていう人がいたから、その人雇ったんだよね。同じ人？そう、うん、その怪我をしたからね、今後の人生にもこの怪我で影響があるね、ダメージが残ってるっていうことでお金を取るっていうのが一番楽な方法らしくて。あれあれ、とにかくあの事故があってから忙しい、保険会社とのやり取りとかさ。パオちゃん死ぬほど頑張ってます。そう、マミーはのらりぐらり言ってます。そんなこと言ってたら今度プールのさプールヒーター壊れてさ、それで一応保険入ってるから保険業者呼んだらさ、もうアメリカの保険の業者なんでさ、もうとにかく何が何でも文句つけてそのクレームをさデナイするんだよ。ガレージのドアが壊れた時もさ明らかにさ普通に壊れてんのにさ、ここがこうこうこうでこういう風にやってたから壊れたからそれはカバーしませんみたいなさ、もうなんか適当な理由をつけてとにかく金払わないのよこっちの保険会社って。今回のプールヒーターも一緒でさ、普通に使ってたら壊れたから本当はカバーするべきなのに、多分修理箇所が高いから向こうも払いたくないから、なんかやれガスのねえなんかプレッシャー、ガスの圧足りないからそれが原因で壊れたからリペア しませんって言われたんだ。めちゃくちゃじゃんそんなの。今まで十何年もさ動いてきたものがさ、ずっとガスのプレッシャーがさ足りてなかったらさ、そもそも動いてないでしょ。それで今また戦ってるわけ。もうだからね、アメリカってもうそういうことばっかりだから。本当自己主張しないとね、負ける国なんですよね。自分がもうとにかく動かないと全部損しちゃう。うん、誰も何でも何かあったらすぐ弁護士雇ってもうすぐ起訴するっていうのは、元々のやつがそういうやつが多いから。いいね、消費者がそうせざるを得ない状況を作ってるというかさ、うん、だってこのまま俺ら黙ってたらバカみたいじゃんっていうような状況じゃんこれって、うん、わかる、うん、黙ってたらだって治療費も出ない、車だってさもう事故車になるわけだからさ、次売る時にも査定も下がるしさ、そういうのだから俺ら何一つ悪くないのになんで全部ぶつけられたやつ負担なのって思わない？おかしいことが多すぎるんだよ。はいはい、パオちゃん怒ってます。怒ってるよ本当。パオちゃん怒ってます。日本でもいろいろ理不尽なことあると思うけど、はい、外国でも怒ってます。レベルが違う、アメリカの理不尽さは本当信じられない。本当はこの天気と同じような気分だわここ1ヶ月2ヶ月運気がいいのはですね、うん、アリちゃんだけです。ああ風邪ひいてないね、うん、のんきにバスケやって、うん、ドラマは全然やんないけども、のんきにおやつ食べて、おやつ食べてのんきに友達のスタバ行ってうちの次女はそれがいいんだよ、彼女がいるからうちは救われてるんだよ。そうか。エミリーはマミーの希望で、
ハリちゃんはマミーの癒しということになってます。本当さっきまで晴れてたんですよ皆さん。さっきまで晴れてたから、あすごいいい天気だから、これいいビーチを景色に憂さ晴らしの話しようぜって言ったら一気にこんなんだ。本当天に見放されてます。山の天候は変わりやすい。山じゃねえし海だし、しかもここに美味しいパン屋さんがあるから買って帰ろうとしたら誰も財布持ってねえしどうなん、アップルペイで行けるかな。はい、スコッティキャメロンゴルフギャラリーあります。並んでます。全国のゴルフファンの皆さん、親知らず抜く人もいるけどね、ここにこの人この人親知らず、その話忘れてんだから思い出せない。親知らず抜かなきゃいけない人の緊張の図がこれでも親知らず抜かないと大変なことになるって言われて、抜くって決まって、そっからもうすんごいビビってます。全身麻酔で一本抜いてもらおうかなって考えてる。We can use Apple Pay here? Yes. Okay. So two of these, ham and cheese croissant. One, two. Two of these. じゃあまた前回の愚痴動画まで皆さんお別れです。バイバイ。言わないの？次の動画見て。次の動画もよかったら見てね。Thank you. Thank you. Thank you.